「新平家物語第545回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。のうま 淡路の首淡路の首阿賀野の四次郎何度はそこにおらぬや一斉に起こった駒沢みきの中に義経の呼ぶらしい声を聞いて阿賀野の四次郎たち四五人の影はこの間の彼方から暗がりを走ってき「お前に!」と大将の姿へひざまずいた「支度がよくばおことら三十人は先をかけてまず道々の背踏みをしていけ」「腰兵糧は身につけたか?」「は、いつにでも」 深夜のこと、祝熟には人影谷あるまいが、小言の気配をよく見て通れ。万が一にも伏兵の恐れはないか。また、敵の前衛が出張ってはおらぬか。それらの様子も心して見つつ行けよ。心えまいと珍しくも先駆けを仰せつかり、身の晴れを覚えまする。では、待て、さははやるまい。義経は彼らの意気込みをむしろ危ぶんで、特にまた言いたした。 もし途中で敵に行き合わばすぐ引っ返して急を告げよ夢小さき手柄を思うまいぞ。そしてこれより西へ二里ほど二分の分かれ道にて我らを待て。つまりは大物見といわれる役目に過ぎない。先方体ではないのである。が彼らには何の不平も見えない。勇み立って皆ここを先発した。 淡路島を経て途中から軍勢に加わった彼ら草の実島の特色といえば何よりはその身軽なことにあった。もともと彼らの役割が土民の中に紛れ込んで敵情を探るという隠密的なものだったので初めから身なりもまちまちな増民姿で諸腹巻きやすね当てぐらいはつけていたが正規の兵装はしていなかったのである。 でこんな場合直ちに大物見として先行するにはうってつけな者たちだったつまり近代でいう「弁威隊当時の「ノウマ隊」と呼ぶ者と言ってよいその夜は19日の月ノウマ隊の立ったのがまさに伊の下国ごろであった続いて義経らの1780機も大坂越えの西の麓を立ち半月の下を黒々と西へかけた。 そこの地名は後に阿座馬宿と呼ばれ現在の大川郡馬宿付近が義経たちの小休死した跡と言い伝えられている「馬宿からすぐ引田の宿裏には漁船や間船などもかかっていたが宿場の軒場軒場にも波の上にも東映一つ見当たらない人里ながら全く真夜中の縮まである幸先の良さよ無人の国を行くような」と義経は言った。 人ばかりではない、馬蹄の音も軽そうだった。総勢の甲冑が揺れ響く音とひめの流れが一つにわして、おのずからな勇壮な楽譜を奏しているのだった。近藤六、近藤六走り走り、義経は前を行く案内の近藤六郎へ、ここはどこか白鳥の里でございまする。さては、あれなる海辺の森は白鳥八幡よな。されば、 古事記とやらにもある古い宮代とか危機を呼びまする。八幡は元家の守り神とか、下馬なされて戦勝のご祈願を込められますよ。無用無用義経は手綱も休めず、もし我を愛しむ神あらば守らせたまえとは、渡辺の通を船でする際、あの皇天へ向かって祈ったことぞ。すでに敵地へ入りながら、なお神頼みにすがる心はないと、一時の駒足も緩めなかった。 その一言は前後の諸将の心へも厳しい拍車をかけたであろう。二里は瞬く間にかけた。三本松からそして二部の追い分け道、先に立った野馬隊はすでにそこで一息入れ、馬に草を食わせながら約束通り待ち合わせていた。よく精神を見るといわれる武蔵坊弁慶はここまで来て同勢と共に手綱を緩めると、馬上天文を案じながら、いやよい人々 のの暗い月のありどこ時刻はちょうど今が満夜半の根の一点にて騒うぞ。十九日と二十日の境、また陰より陽へ移る境、なおまだ天地は暮らしといえど、気はすでに陽の兆し、古いたまえ、おのおのと得意の大声を張り上げていった。 二部で我らを待てと義経が野馬隊に命じておいたのはかねて近藤六から「道は二部の町田の筋より二道に分かれそのいずれを行くも同じ道のりにて同じ屋島へ行き着きまする」と聞いていたからであった今ここへ来てその二つの道を見比べると一方は中山の北を越えて海沿いに小島をかなに見つつ鶴葉津田志土の裏を経て屋島の東へ出る。 そしてそれを北道と呼べばもう一つの方は南道とも言えようか中山の南を通って田面を越え長尾郷から池の塀で屋島の南古高松の里へ着くさて大事右線か左線か帰路に馬を立てて義経は考え込んだたった一歩の別れだが得てこういう時に重大な過ちは犯されるものだった 悪かったと分かる時はもう間に合わないし心言うなどもそうなった場合到底挽回するほどな力のあるものではないしきりに彼は心の内で比較する北道は海沿いで割に平坦だが小さい山坂はいくつもあるそれに絶えず行軍の一面を海上へ晒してゆくという危険が伴う またその方面の津田や獅童の裏裏などは当然平家の水軍が常に有力する水域と言ってよいその恐れがないのは南の長尾道だ途中のたずら声はかなり険しいというがしかしそこから先古高松までは讃岐平の淡々たる平野である義経はとっさに長尾道がよい長尾道こそと腹を決めた しかし、北道を全然捨てて帰り見ないのも危険であった。彼は一計を案じて、伊勢の三郎と深津の良之助は淡路の組を率いて北の道を行けと命令した。そしてなお、指導過ぎ、敵の屋島へ近づきなば、手に手に一松明をかざし、道の木々にも燃えたる松明を祝いつけてそのまま杉を。敵を欺く火の義兄ぞ、心して行えと言い含めた。 つまり火の義兄とは敵の錯覚を図ってわずかな人数の野馬隊を松明の火で何十倍にも見せるようにということなのだ。義経はなお指令の後を続けた。また我ら本軍は南の長尾道を駆け抜け夜明け沼に古高松より屋島へ迫ろう。北も南も道のりはほぼ同じとのこと。夜明けを消して屋島の裾にてまたおことらの首と一つになろうぞ。 承りましたさらば、それがしどもは指導を経て伊勢の三郎たちは一斉に蔵越しを据え直し、直ちにそこから北道へ向かっていった。あとの全少子は、その行動を義経の影一つに託している姿だった。すべての馬の首を一方に揃え、席として命を待っていた。義経は静かな目で月の下にきらめく百七八十機を頼もしげにりみて、 ここより古高松までおよそ五里。山坂はたずらの一所だけと聞く。こいれば後は平地敵の屋島までただひたをしぞ。思えばあの荒海をも超えて、完全に今屋島を見んとは何たる幸せか。天の用語は我らにありと覚えたり、いざ行こう人々と告げ渡した。そして、無知をたずらに持ち添えるや否、真っ先に駆け出した。 遅れじと彼に続く真っ黒な鉄器の一陣も、とどろな駒音を大地に立てて、たずら長尾の木陰や月の道を早手のようによぎり去った。月一本、人の世のことは何も知らぬような顔して空に残っていた。その月の位置も、弁慶が言った通り、根の国の線をもうだいぶ西へ変えている。 時はすでに19日を昨日として、寿永4年の2月20日に入っていたのである次回は「八島女隊です。よろしければ いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。